おはようございます、釣り子 TV です。今月の釣り具屋さんは暑いですね。大森プロがアメリカで優勝したっていうことで、その特集記事の雑誌も発売されれば、これね、優勝記念パッケージのですね、まさにその優勝したキーになったうわーなんていうのもね、店頭に並び出しちゃったりして、でこの竿はね、優勝したタイミングで、まあアメリカから輸入されたものっていう感じで、日本の、正規のものっていうことではないんですけども、ちょっと先行して買って使っているですね、大森隆弘プロの、シグネチャーモデルタトゥーラエリート70クランキンね、こんな感じのものがあって、ほんとまさにね、優勝を記念してお祭り騒ぎになっているわけですけども、これね、ほんと優勝した瞬間はね、一気にお店から全て消えてですね、なかなか見る機会もなかったんですけども、これが世界を制したるわっていうことでね、いや、ラッキークラフトこのスピードは速くていいですね。このパッケージね、ちょっともうほんともったいないんで開けたくないんですが、ね、やっぱり使いたいんで開けていこうと思います。でこれバサ今月号ね、2018年の05月号ってなるのかな、この雑誌がね、このルアーとか、あとはクランキンロッドとか、どういう風に使うのかっていうのが、もうちょっとね、中はね、またバーってこうね、ぜひ買ってもらってっていう感じなんですけど、これは買った方がいいバサーですね。まあいつでも買った方がいいにはそれはもう間違いないんですけども、前はね、バスマスタークラシックとか優勝した号なんかも、大森プロがこう世界一頂点を取ってですね、トロフィーをこう頭の上に掲げてる写真の号があるんですけど、この V7、 この真っ赤なね、これはね、永久保存版のバサーですよ。バサーって本当、まあ何号かね、自分の中で永久保存版みたいな号あるんですけども、これはね、本当その他の記事も含めて、でも何よりもですね、大森プロがここら辺のどういう考えでどういうところに入れていったかっていうのが結構詳細にね、もちろん動画とかでも YouTube とかで上がってるんですけども、そこでは、見えてこないね、戦略の文字にしたところがすごいね、くまなく書いてあるんで、ぜひまだいっぱい店頭に並んでると思いますんでね、この赤い、これは買った方がいいです。で赤いパッケージのこれね、まあ、釣り具屋さん行ったらポローっと置いてあったんで買ってみたんですけど、早速ね、開けていきたいと思います。ラッキークラフトの USA っていうことで、で価格がね、こう1259円っていうことで、まあまあまあ非常に買いやすい価格でもあるしね、ラッキークラフトも老舗のルアーメーカーさんで、まあ間違いのない作りじゃないかな。昔はね、CB シリーズ、 CB50、 CB100、 CB200 とかね、ああいったクランクとか、あとはベビークランクですね。ベビークランクなんかも本当、もう元祖、なんかあれベイトフィネスとかね、その頃なかったですけど、まあスピニングに投げるっていうコンセプトでしたけど、めちゃくちゃよく釣れたなっていうイメージがあって、まあ今であっても本当、最近はああいった小型のものでもベイトリールで投げれるようになってきてますからね、またちょっと使ってみたいななんて思うんですけども、まあ、今回はこれ、大森プロが何を使ってね、世界を優勝したのかってことで、あら裏はね、これ全部英語なんですね。ちょっとね、これは俺は読めないですね。まあでも分かりやすいとこで LC1.5TO クローっていうことでカラーが書いてあって、2分の1オンスおよそ 12g だよっていうのが後ろには書いてあります。じゃあちょっともったいないんですけど、開けて細かいところ見切っていきたいと思います。これがすごいですね。マネーベイトなわけですね。はあ、黒カラー、ね、春にバッチリなカラーってことで、ちょっと実際に投げてみたいななんて思いますけども、このカラーですよね。でどういう経緯でこのカラーが
T.O. クローとして塗られたのかっていうのも書いてありますし、あとは普段はこれより大きいサイズね、ラッキークラフトのこれの、兄貴分の大きさのサイズを使っているけども、この 1.5 ってのが結構小型なんですよね。まあ上げやすいサイズであるし、日本にもぴったりなサイズだと思いますけども、これはね非常にまあちょっと小型なサイズってこと で開けて触ってみて一番パッと感じるのがリップがね、こうすっごい薄いんですよ。こう、まあ、障害物を抜群に回避してくれそうなこういったねリップがついているんですが、こんな薄い。これによってまあサーキットボードではないんですけども、多分ものすごいキビキビキビって動いてくれるんじゃないかなってのが容易に想像できるというところと、黒カラーなんでこう背中に目ついてますね。で腹折れ、ね、結構一定の割合本当腹折れファンってやっぱいますかね。自分もキンクロなんかも腹折れだとすごい釣れる気がするんですけども、もちろんベタ塗りのやつが白とかももちろん好きなんですけども、なんか腹折れって釣れちゃうなって気がしちゃって、元気に投げれる感じがするんですけどね。で針で、この針にも秘密があって、その、実際に大会の時はですね、ちょっと番手を大きく上げてるっていうのが書いてありましたね。でまあどういう調整にしてるのかっていうのもこの本の中にですね詳しく、ちょっと今回この吊るしの状態のこれではなくて、まあ針の重さをちょっと調整して自分の、大会仕様の、まあ、使いやすい、まあ、浮力なのかかかりなのか、そういったところに調整して使ってるよなんていうところも書かれていて、まあ何にしてもね、あとはこの結構ねごつめな、これを投げるにしてはこのタトゥーラエリートって多分結構、重いところまで投げれる竿なんで、でもこれで投げ切っているっていうところでバーンって感じで投げてるんですけども、この小さいクランクをスーッと入れることによってね、本当だったら多分本当っていうのはまあでも世界で優勝してるんでこれが本当なんでしょうけど、まあ、もうちょっと柔らかいティップが入るようなね、竿とかでやるのかなと思いきや、結構どんな竿でやってるんだろうと本当に気になってね、これ買っちゃいましたけども、思いのほか多分張りがあります。で竿自体も丈夫な作りでね、今の最新鋭の竿比べたらちょっとぐっと重くなるかもしれないですね。グラスコンポジットっていうことなんで、まあオールフルグラスよりは軽快なのかもしれないんですけど、これ実際にリールセットして持ってみるとね、結構あガシッとした作りだな、ちょっとまあ重量感が今の最新の竿に比べたらあるんですけども、まあ、それでこの小さいクランクを投げてバッタバッタとデカバスをですね、ひねり出して、で世界でこう優勝しちゃうっていう、かっこよかったですね。というわけでですね、まあ、こんな感じで開けてみたんですけども、実際にね今本当春時で、まあちょっと前半戦はこうサスペンドミノーとかそういう水中で止まるような釣りがどこでも効くのかなっていうところですが、この気温上昇ですからね、もう連日まあこれは初夏の陽気なんて言って、ほんと桜も一気に散ってですね、季節が多分いつもより2週間ぐらい先行して進んでいるんじゃないかななんていう感じですかね。そうなってくるとこのガゼンクランクベイトね、これをタカタカ巻いて、元気なこうバスを釣っていくっていう釣りがね効くようになってくるんで、まあちょっとこれはこう、ね、飾っておきたいところでしたけども、これはねもうちょっと開けてですね、でタトゥーラエリートで投げたらどんな、化学反応が起きるのかということで、いろいろとですね試していきたいと思います。まあ何にしてもねちょっとこれね、もう中にね風景を一変させたプラス最終日の豪雨とか、ね、その雨によってどうしてどうなったのかとか、まあ本当ね今ライブ中継とかしてるからすごかったですよね、マジックスポット。確かにね本当魔法のようにどうして、でもね本当ね大森プロの特集ページがもうこんぐらい
もうかなり大森プロスペシャル号になってますんでね、何にしろこの表紙が超活かしてるんですね、候補 V7 ね。かっちょええよな、本当侍ですよね。ね、時を同じくしてね、オリンピックなんかもやっていて、その日本のメダルラッシュの、報道なんかすごいいっぱいしてましたけどね、どちらかというとこれだろうって俺思ったんですけどね。もちろんオリンピックはすごいことですよ、あの4年に一度の祭典で、もうオリンピックイヤーですから、もちろん分かってるんですけども、日本人がですね、このアメリカの一番アメリカ人大好きなブラックバス釣りの大会で圧勝した、これね、ちょっと6時のニュースでも、あの10時のニュースでもね、まあ目覚ましテレビでも何でもいいから、ちょっとやれよと。まあ日本ではね、あの外魚とかになってるかもしんないけども、でもこれはさ、これはやろうよって思いましたけどね、ちょっとこのシーンね、魚バシって釣り上げてるワンシーンと、その優勝でこう、イエーイってやってる、その2カットぐらいね、ちょっとニュースでやってくれよって思いましたけどね。まあああいうことばっかやってるから、あんまりテレビからちょっと離れていくんですけどね、あんまりもうあのそんな感じやがテレビも最近見なくはなってきましたが、まあね、本当、まあ、まあ何しろおめでたいということで、それに続いてこの3月4月はこういった感じでですね、大森プロおめでとうっていう感じのですね、ものが続々とですね店頭に並び出してますんでね、買うなら今しかないんじゃないかと、こういう風に感じております。というわけで、なんか取り留めもない話になりましたが、まあちょっとこれね、優勝からのスペシャルクランク買うことができたんで、もう早速開封、どんなことになっているのかを見て、まあ次はね、ぜひあの実況動画で、あの優勝のセットに釣れたぜって動画上げれたらと思いますんで、ご期待ください。というわけで本日の釣りこう TV はこんな感じで、大森プログッズをちょっと買ってきて、こういう動画でした。はい、釣りこう TV でした。